マルコ・グルイッチは、ユーゴスラビア出身のサッカー選手。セルビア代表、FC ポルト所属。ポジションはミッドフィールダーを務める。レッドスター・ベオングラードのアカデミーで8年間過ごした。あと、17歳で、ボイボリナ戦でトップチームデビューを果たす。2014年、レッドスターと同じセルビア一部リーグの FK コルバラに4ヶ月間の期限付き遺跡で加入。 2016年1月6日、リバプール FC に加入することが発表された。シーズン終了までは引き続き、レッドスターでプレーする。グルイッチは、ユルゲンクロップがリバプール FC の監督に就任から、初めて獲得した選手である。2018年1月17日、カーディフシティ FC に、シーズン終了までの期限付き遺跡で加入。 2018年8月19日、リバプールと新たな契約を結んだ上で、ヘルタ・ベルリンにシーズン終了までの期限付き遺跡で加入が発表された。2020年10月6日、FC ポルトにシーズン終了までの期限付き遺跡で加入することが発表。2021年7月19日にポルトへの完全遺跡が発表された。 国際 A マッチ8試合で得点、ありがとうございます。